優勝おめでとうございました。ありがとうございます。今の気持ちをお願いします。本当に自分だけでは走れないレースなんで、このファンの皆さんに選んでいただいて、でなおかつ1着取れたのは本当にちょっとだけ恩返しできたらこれが嬉しいです。ちなみには、レースを振り返っていただいて、今日はどんなこう展開とか、そしてレースでしたか。レース始まった並び見た時にもうレースはこうなるなっていうのは分かったんで、あとは自分が遅すぎないようにというか、仕掛け遅れてカリンに負けたことがあったんで、なるべく早く仕掛けないと、ダメでもいかないと多分間に合わなかったんで、はい、そこは前負けた時の反省を生かして仕掛けられました。結構気持ちいい勝ち方だったと思うんですけど、その辺はどうですか。いや全く気持ちくないですね、はい、カリンとだいぶスピードも合ってたし、カリンも最後までかなり強く踏んでたんで、外にも梶田さん見えたんで、本当ギリギリの、はい、気持ちよくは勝てませんでした次の目標を教えてください。そうですね、近々伊藤の前回ダメになったコレクションが始まるので、そこで優勝したいとは思ってます。ちなみに、ナショナルチームの A チームも、入るということで正式に A チームと練習させてもらえるっていう、はい、A チームに、はい、昇格したわけじゃないですね。なるほど。練習を、A チームと練習すると。そうですね、後々所属外になればいいなとは思いますけど、まだ分かんないです。分かりました、はい。競技の方の目標を教えてください。まずは日本の2人に勝っていかないと世界では多分通用しないと思うので、まずは日本の2人に勝ってから世界に挑戦できる権利を勝ち取りたいと思います。最後にファンの方にお願いします。はい、今日は応援ありがとうございました。また来年はもちろんドリーム目指して頑張りますけど、毎回の レースをしっかり大切にまた1年間走っていきたいと思います。これからも応援お願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。